ゆうたび、本日の動画こちゃんございます。ニコン Z8×超望遠レンズ、実力やいかに。ということで早速撮っていきましょう。はい、ということで本日はね、こちらニコンの Z8 と超望遠レンズをつけてですね、野鳥とね飛行機の写真を撮っていこうと思います。はー、来てしまいました。いや、こちらもね、お貸し出しいただいたんですけども、ありがとうございます。本当にニコンさん、 Z800mm6.3 のねレンズをねお貸し出しいただきました。 PF レンズ使ってめちゃくちゃ小型化に成功したね超望遠レンズです。で、今回はね、このレンズをこのね、Z8 につけてちょっとシビアなね撮影に挑んでいこうと思います。まずはこういうね、もうほんまに山の中に来ましたので、この山の中で野鳥撮影してから、夜はね、伊丹空港で飛行機狙っていこうと思ってます。飛行機、これね、 Z8 からこの飛行機のねオートフォーカスの被写体検出が追加でね、一つ分かれてね、カテゴリー分かれてね入ったので、その暗いね飛行機のオートフォーカスの精度もね検証していきながらね、ええ感じの写真撮れたらなと思っております。夏鳥のキビタキとかオルリとか、その辺のね可愛い鳥も撮れるのか、なかなかねちょっとシビアなね難しい撮影、野鳥撮影になると思いますが、果たしてねこの Z8 とね 800mm のねこの組み合わせ、どんな実力を発揮してくれるでしょうか。ところで早速探していきましょう。はい、ということで次の日の朝、5時起きでねやってまいりまして、ですね、キビタキさんで出会いました。よかった、耐えた。4月ぐらいからね、日本に渡ってまいりまして、めちゃくちゃねさえずりが綺麗なね鳥ですね。ほーほら、こっち向いてくれますね、かわいい。オスです、これオス。オスの方がね野鳥はね綺麗なんでね、このキビタキさんもね綺麗にね黄色にね色づいておりますね、色づいておりますねっていう言い方合ってるかわからんけどもね、黄色いね羽が特徴でございます。まあ、オールリとかね、サンコウチョウとかね、サンビビタキとか、いろいろね夏鳥っているんですが、その方々とともに、まあ、このキビタキさんも来ると。あと出たやんか、どこ行った。ちょっと遠く行ってもうたけどね、このキビタキさんはね、珍しいっちゃ珍しいんですが、他のねオールリとかサンコウチョウとかと比べると結構ね個体数はね多いんで、まだね見つけやすいかと思います。皆さんよかった。でも背中からもね見れましたね、ちょうどね背中の真ん中の部分だけがね黄色くバーっとなってると。で、羽に入ったね白い模様もね特徴的ですね、これ。ほんでさ、野鳥のねオートフォーカスの性能に関しては、こんだけね小さい状況でも目にねちゃんとねピントが行ってくれておりますね、これ。いや、素晴らしい素晴らしい。ただなんかね、昨日結構もうちょっとね嘘をとした森で撮ろうとしたら、こうやってね瞳にちゃんとピントのねこの四角は行ってるんですけども、ちゃんとピントは合ってない状態みたいなね、そんなこともね起きましたね。一応多分なんかその周りのねこのどんだけ嘘をとしてる感で周りにピントが持っていかれるかどうかもね決まるんかなという感じですね。まあ今みたいに特に周りに何もなかったら、ちゃんと鳥にだけピントが合います。いや、これは素晴らしい。一応まあ YouTube α1 も持ってるんで、一応比べて動画でも話しておくと、まあ α1 とか α7R5 とかはまあほんまに良かったけども、まあ Z8 もそれにほんまに匹敵するぐらいすごいかなと。まあとにかくほんまに比較的めちゃくちゃピントは合います。キビタキに限りますが、今のところこの形のね鳥は強いかなと。なんかシラサギとかアオサギとかね、そういう系は割となんかね体とか首の方に持っていかれることもねありました。まあでも一応このねトラッキングのこの四角をね顔の方に持っていってあげると、ちゃんとね瞳も認識したっていうね、そんな感じですね。はい、ぜひ参考になると嬉しいなと思います。ということでまた撮っていきましょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、いや無事ね背景がめっちゃ綺麗なところに止まってくれました、よかった。まあ野鳥のオートフォーカスはね、ほんまにもうちゃんと合うって感じですね。ちゃんと合う、しっかり、ね、認識してくれるので、野鳥撮影にもね申し分なく使えるかなと思いました。連写もねこう20個ま撮れるんでね、ローで。ほんでニコンはね超望遠レンズが非常に豊富なので、これからですねガチで野鳥をね始めようって思われる方はね、なかなかいい選択肢なのではないかなと思いますね。このシステムめっちゃ軽いし。ということで一旦野鳥編はここまでにして、昨日の夜ですね伊丹空港にね飛行機も撮りに行ったので、そのね飛行機のオートフォーカスの性能もねぜひご参考にいただけますと幸いです。飛行機 AF マジやばかったので、ぜひご覧ください。ということで次。
はい、ということで、野鳥撮影4、5時間ぐらい歩いたんですけど、完全坊主でしてですね、伊丹空港にやってまいりました。千里川土手です。ここでね、あの飛行機ちょっと撮っていきましょう。いや、私、明日のユートピア野鳥撮れたんでしょうかということでですね、向こうからですね、あの鬼滅コラボのね、飛行機が飛んできてるということなんですけども、もうめちゃくちゃ食いつぎがすごい、マジで。もうピンとオートフォーカスがね、ずっと追いかけてくれております。見えるかなこれ。見てください、この飛行機 AF です。これが飛行機 AF、 完全に追いかけております。完全にね、これもうね、追いかけてきてくれております。はい、やばすごいな、もう全然外さへんぞ、ピントオートフォーカス。いや、ちょっとね、野鳥のオートフォーカスがね、どうやったかまだなんかこの時点のユートピアは分かりませんが、とりあえず飛行機はやばそう。うわ、こんなめちゃめちゃ遠くて、逆光でもね、ちょうど飛行機の頭というか顔の部分にずっとオートフォーカスが食いついてくれております。やば、こんなんもう誰でもめちゃくちゃ簡単に撮れてまうやん、レベルやん。すごっ、かっこよ。なんかシルエットいいな。ちょっととっとことっとことっとこ、いいですね。もうね、とりあえず向けてシャッターを切ればね、撮れてる状態の感じでございます。皆さん、さあ、この小ささで果たして認識するのか。するんやな、これでしますよ皆さん。マジか、わかる。これ飛行機認識してしまっております。これ皆さん、やばいな、とんでもないことになってるんじゃないでしょうか。これは Z9 のオートフォーカスやったら飛行機こんぐらい行くんかな。いや、ほんまにちょっととにかくめっちゃピント合っちゃってますよ状態でございます。もう何回も言ってしまうけども、人間のオートフォーカスもね、確か画面の 3% だけでも入ってたら認識するとか言ってたんで、ほんまもうそのレベルで飛行機もね、認識してますね、この Z8。 いや、これは撮りに来てよかった。ほんで多分リアルタイムのユートビのね、時系列的には明日ね、野鳥を撮りにまた行こうと思ってるので、野鳥もねこれぐらいピント合ってたらいいねんけどな、どうなんでしょうか。ということで、ちょっとこれ撮ってきます、写真。はい、ということで、こんな感じの写真になりまして、何枚か撮れたんですけども、まずこの写真、もうシンプルにね、こうど真ん中にね、大きくボカンとね、飛行機で撮ったんですけども、もうね、ピントめっちゃ簡単に合う。しかもちゃんとこの飛行機の一番顔の部分のこの窓枠の部分にピントが合うので、ほんまにね、もうシャッター押すだけで、しかも拡大したら中のね、人のね、船長の顔にまで、ね、ちゃんとピントが合ってると。これはマジ驚異的やなって感じです。もう奥のめっちゃ小さい状態でもね、ピントが合って、そこからね、もうめちゃくちゃ近くなってもね、絶対ピントが外れないと。このトラッキング性能はね、ちょっとほんまにすごいなと思いました。で、逆にね、離陸する前の飛行機、後ろからね、撮ろうとした時もちゃんとね、一番後ろのお尻の部分というか、ピントを合わせたい部分にちゃんとね、合ってくれると。ちゃんとね、これ何回もなんか認識させてくれたんでしょうね、日本の皆さんが。ちゃんとね、飛行機の中でもね、ピントを合わせたい部分に勝手にね、認識してくれるので、本当にありがたいなと思いましたね。これはこのなんか熱でもやってなってる感じがまたね、かっこいいなと思いますね、これ。ということでね、まだ夜まで時間があるので、さ、夕日がね、めっちゃ綺麗に出てるから、辺をね、絡めて撮っていこうと思います。ということで、次。はい、ということで、次なんですけども、次はですね、この飛行機めっちゃ奥でね、小さく飛んでるのと夕日とかをね、絡めて撮っていきたいなと思います。このね、飛行機雲がちょうどいい感じに出てて、これがこれで映える。ちょっと次は飛行機ボカーンというよりかは、こうなんかね、抽象的な写真というか、空とね、絡めて1枚で撮っていきたいなと思います。あー、すごいな、すごいですね。もうこれで、ね、ピントもこんなにすぐに合います。そんなにすごいなと思っておりますが、まずまたね、この夕日絡めて撮っていきたいなと思います。着陸成功。はい、ということで、こんな感じの写真がありまして、ちょうどね、背景に夕日のね、オレンジ色めっちゃ全部入れて、ほんで飛行機はね、完全にシルエットにして撮ってみました。こんなね、シルエット逆光状態でもバチバチにね、ピントはさっきレベルで合います。すごいですね、ここは本当に何回来てもテンションが上がる。もうちょっとね、太陽の近く飛んでくれたらね、それはそれでまた面白かったかなとは思うんですが、ちょっともう今日は太陽沈み切ってしまいました。で、またこのね、夕方の時のこの飛行機雲もね、また映えるんで、ね、ぜひ皆さんもね、撮ってみてください。で、そしてですね、このね、夕日がね、飛行機のこのボディの部分に反射してね、キラってなってるこの写真もね、なんかめっちゃかっこよく撮れた。何回かね、この場所も来てるんですが、今のとこ一番楽しい、このシステムで飛行機撮るの。ピントめっちゃ絶対
対に外さへんし、でまたこれね800ミリまであるんで、めっちゃ遠くてもね、あのね大きく映せるし、絶妙な組み合わせはこれほんま。800ミリのレンズも軽いし、この Z8 も軽いしで、この組み合わせはほんまにねおすすめできるんちゃうかなと思います。ということでもうですね、夕日も沈んだので、あと最後夜景でねどんだけピント合うかね、あの最後ちょっと試しながら写真撮って帰りたいなと思います。ということで次、はい、ということでですね、夜になりましたのでね、ちょっと夜のねオートフォーカスの性能見ていきたいなと思います。ちょうどまずはね離陸する飛行機にね合わせていきましょう。どやさ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 、鬼滅の刃コラボやって、この飛行機離陸するやつ、さあどうでしょうか。右からですね飛行機がやってまいりました。さあこれでピピッと、はい、合ってますか、合ってるんでしょうか。お、合ってる、ギリ合ってる、ギリ合ってる、ギリ合ってる、はい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 、ちょっとうわ意外とでかいな、めっちゃ意外とでかいやんけ。ちょうど尾翼のこの後ろの部分に、うわあめっちゃでかいやん、めっちゃでかいやん、でかすぎて、でかすぎて、ちょっとどうよ、写真的にはどうなんでしょうか。飛行機としては認識してへんかもしれへんけども、まあでもピントはねちゃんと合いますね。あのマイナス9やったかな、マイナス7か9、あの普通の状態やったらねマイナス7露出ぐらいまでねピントが合うみたいなのでですね、あのこれぐらいのクラスやったらねピントが合いますね。これでスターライトモードみたいなのにしたらマイナス 9EV まで合うという感じでございまして、もうどっか行っちゃったな、もうどっか飛んで行っちゃいました。はい、行ってらっしゃいませ、どこかに離陸行ってらっしゃい。はい、ちょっともうあの完全に暗くなったので、あのさすがにこれ飛行機で認識したらちょっともうありえへんと思うんですが、あのまあ一応ねピントオートフォーカス自体は、やってくれますね。いやもう完全にあの明るさで飛行機かどうかも潰れちゃってるんでね、これさすがに合うわけがない、そんな感じでございますね。ただでもピントはちゃんと食いついております。おー食いついてんな、すごいな。あ、なんかシャッター切っちゃった、ミスったミスった、すごい、ちゃんとピント合いますね、すごーい、綺麗、めっちゃ綺麗、いい感じの空です。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、いやね夜でもしっかりねあのピント合ってくれます。ただあの完全にこうね暗くなりきったらさすがに飛行機としては認識せんかったですね。まああの肉眼で見てもこれは飛行機じゃないやろってぐらいね暗くなってたので、それはそうやなと。ただほんま夕暮れ時の日沈んだ15分後30分後ぐらいとかまでのあのちょっと絶妙な時間ぐらいやったらちゃんとね飛行機を飛行機として認識してピントがね合ってくれました。これはねいや素晴らしい、めっちゃ良かったです。とにかく、あの飛行機撮影の評価でいくとめちゃくちゃ良かったですねこれは。でちょっとあの野鳥撮影に関してはね、あの多分このシーンよりも前に上がってるけども、実際は明日の朝撮りに行ってるんで、その野鳥撮影でどう思ってるかどう感じて何を言ってるかよくわからないので、それを踏まえた上で明日エンディングをねこの後撮りたいなと思います。ということでエンディングのシーンは明日の朝のゆうとびに任せて、今日はもう撮るものないので終わります。はい、ということで本日はねこちら Z8 と超望遠レンズの組み合わせでね写真を撮ってみたんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。まず野鳥に関してはしっかりとちゃんと合ってくれるっていう感じですね。あれぐらいの止まってるようなね鳥やったらしっかりと合わせてくれると。ただまあなんかうっそうとしてるこのなんか木の中で動き回ってる鳥を狙うときはねちょっとあのピントを外したりしたので、まあほんまにその辺ぐらいかなという感じですね。気になる点としては、まあ、気にならんレベルですね正直。ほんで飛行機に関してがねもうほんまに良かった。あんだけこうね近づいてもずっとねあのピント合わせてくれたので、ほんま最強やなと思いましたねこれ。いやもうほんまね非常にもうこのね小さいサイズ感でこのオートフォーカス性能もついてるというのがね非常に素晴らしいです。本当に良かったです。どうしたらいいんでしょうか、ゆとびは。もうただただ値段がもうね結構高いじゃないですか。でこれボディ買っただけじゃねゆとびダメなんで、あのレンズも買わなダメっていうところがね結構渋いなという感じですね。もうほんまどうしようっていう感じですね。レンズもちゃんと欲しいじゃないですか。これとか買ってもこれ80万か90万ぐらいするんで、もうそれ合わせたらもう100万超えてくるというね、あの絶望的な絶望的な値段。600mm のね F4 のレンズもねちょっとあの今めっちゃ欲しいなって思っちゃってるんで、ちょっとどこにねこの優先順位当ててお金を使っていくか、これにかけるかなと
いった感じでございますね。はい、ということでまたちょっとその動画も、アップしようと思っておりますので、ぜひ皆さん、お楽しみにいただけますと幸いです。ほんまにどうしたらええや、もうずっと悩んでる、ずっと一生悩んでる、本当に悩んでる、答えが出ないということで、ちょっとなんかもう蚊がめちゃくちゃ増えてきた、あのなんか太陽がピークうちに蚊の時期がやってきてしまいましたが、一旦この辺で、ね、締めていきたいなと思います。皆さんぜひ、チャンネル登録なりそうでよろしくお願いいたします。目指せ15万人ということで、さよなら、バイバーイ。